最初の人アダムとエヴァが自分の創造主ではなくサタンに耳を傾けてしまいました。彼らは反逆したのです。それで人と創造主の関係は壊れてしまいました。人が命の創造主から離れたので命を失う世界になったのです。彼らは自分の恥を木の葉で隠そうとしました。しかし創造主はその思いが気に入りませんでした。創造主は動物の皮を取って彼らに着せました。創造主は最初の動物の犠牲で彼らの罪の恥を覆われました。アダムとエヴァは息子カインとアベルを設けました。カインは作物を創造主に捧げました。アベルは動物を犠牲にし血の生贄を捧げました。主はカインではなくアベルの捧げ物を受けられました。なぜ？私たちは主から離れ罪の代償を命で支払わなければならなくなったからです。カインは嫉妬してアベルを殺しました。人間は暗闇の中に堕落してしまいました。何百年か経って世は一層悪くなったので創造主はノアの家族以外を地上から消してしまおうと仰せられました。創造主はノアに巨大な箱舟を作らせました。それはこういうことでした。罪の裁きが来る。創造主の憐れみを受ける以外に逃れる道はない。しかし人々はノアをあざけり笑ったのです。巨大な淵から水が噴き出し大雨が降りました。人々が予想もしなかった時に人も動物も皆洪水で滅びました。罪のせいで世界が裁かれたのです。ノアと彼の家族創造主が箱舟に連れてきた動物だけが救われました。信仰の父アブラハムのことです。創造主は彼に息子を山の上で生贄にせよと言われました。アブラハムはこの命令に戸惑いましたが従いました。信仰によって彼は息子をモリア山に連れて行きました。しかし彼が息子に手をかける瞬間創造主はそれを止めさせ彼の息子の代わりに動物を与えました。動物が身代わりに殺されて息子が買い戻されたのです。血には血、命には命の代償で400年後主はイスラエル人をエジプトから連れ出すためにモーセを送りました。エジプトの王はそれを阻止したので創造主は10の災いを送りました。最後の災いは全ての家のウイゴが死ぬということでした。子羊を生贄にしその血を家の玄関の鴨居と柱につけよという命令に従わない家の子が血が塗られているとその家の子は生贄で救われていると御使いが認めました。イスラエル人もエジプト人も奴隷も自由人も子供が救われるために主に従え、さもなければその場にモーセを通して予言されたことが起こりました。エジプト全土で泣き叫ぶ声が響き渡りました。身代わりの生贄主の憐れみを拒んだ家々から後にモーセは人の罪を覆うために主が命じた律法を人々に与えました。違反者は生贄の動物を祭司に持って行き自分の罪と恥をその動物の頭に手でなすりつけるようにするとその動物が殺されました。その流された血で罪が覆われるのです。ダビデ王と預言者たちはモーセの律法に従っていました。しかし一体動物の血が人の罪を覆うというのはそれは将来来るべきことの印か型ではないのか。預言はダビデ王を通して語られました。救い主が来る。ダビデの子孫からで世をすべを治める。その方はへり下っており慈愛に富んでいる。救い主は罪を犯さず完全で非難されるところがない。その方は迫害されて死ぬであろう。その方は大いなる生贄となる。イエスは馬小屋で生まれました。創造主が人となられたのです。処女から生まれました。ダビデ王の末裔でしたが貧しい家庭でした。貧しい羊飼いと東方の博士たちがその緑子を礼拝に来てその子が聖書に約束された来るべき救い主であると証言しました。
イエスは愛、誠、平和、謙遜を説きました。彼は大工の仕事をし、城に飛んでいました。彼は創造主よりしきたりを重んじていた宗教偽善者に嫌われました。しかし貧しい人、謙遜な人、悔い改めた人、罪人から愛されました。盲人、聴覚、身体障害者の者、悪霊に疲れた人を癒しました。彼は死人を生き返らせました。住むとこもないさすらいの教師で、創造主を愛する者を呼び起こす革命家でした。イエスは創造主である神を父と呼びました。そして人間に、全能者が父のようにあなたを愛していると教えました。創造主である神は、人が我が子であってほしいのです。しかし問題があります。人間は罪深く、神は清いのです。人の罪は、アダムが創造主である神から離れたことから始まりました。それで救い主とは、人間を創造主に連れ戻すものです。洗礼者ヨハネはイエスのことを予言しました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエスは救い主、それは大いなる生贄になるという意味でした。罪のない完全に清い者だけが、罪の代価を支払うことができるのです。罪なき者が代わりに罪を負う、聖なる者が罪深い人間の代わりとなったのです。イエスは父なる神に人間の罪を弁償しました。人間の罪が許されるために。そしてアダムによって失った創造主との関係を完全に回復するために。イエスは十字架で死にましたが、それはユダヤ人やローマ人ではなく、彼の父なる神の手にかかったのでした。創造主である神がイエスを生贄にしたのです。聖書の神の子羊があなたや私の罪を取り除くという予言を成就するために。しかしそれで終わりませんでした。イエスは生き返り、そして信じる者は永遠の命を持つ。その通りに、創造主は3日後にイエスを生き返らせました。そしてイエスは弟子たちに言われました。私はもう一度来ます。次は裁き主として。救い主は創造主から私たちへの贈り物、私たちが創造主から離れた罪で死ぬことがないようにと、イエスの十字架の犠牲を受け入れた人は、創造主との関係が完全に回復します。贈り物は、受け取らなければあなたのものにはなりません。